じゃあ、最後ですね、じゃあ次はですね、戦略集にのっとって、回復の症状前と行復の大乗前について法然上人はどのように我々に教えてくださっているかを、皆さんと共に学んでみたいと思います。これ全部ね、皆さんに一応関係ありますし、できればできる方はやっていただきたい、まあ、そういう内容ですね。じゃあまずこの回復、そしてまあ症状でね、これは私たち頑張っていただきたいですね。仏法者としてはね、まあ、行復はちょっとでレベル高いからこれはちょっと無理でもね、回復と症状前はこれ頑張ったら、あの この3つね、これは頑張ったらできるのでやっていただきたいというのが仏教なんですね。この戒というものをしっかり守ることによって、この五章の一大事の解決ができますから、まず最初いきますね。十字三期とあります。で、法然上人は十字三期とは仏法僧に帰依することであると、こうまずおっしゃってますね。まあ、これはまあそんな大切ないんですけども、十字三期とは、十字三期とは仏法僧に帰依するなり、これについて二つあり、大乗の三期と小乗の三期とおっしゃってます。ここまでこの十字三期についてはね、これで説明は、終わってます。どういう意味かと言いますと、まあ、これは仏教の基本なんですね。全仏教に共通しているのは、まず皆さんが幸せになる第一段階は三期へ、三つのもの、これを三つとこれねイコールで理解するんですけどね、私たちは一番の宝はね、あの不動産とか貯金通帳じゃなくて、あなたにとって大事なのは仏様であり、仏の説いた真理教えであり、その仏法を伝えるね僧仲間ね、この3つが三宝と言います。3つの宝、これがあなたにとってのすごい財産であると。それに私は帰依いたします、私は従いますと、この三宝に帰依することがあなたにとって一番の幸せであり宝物になるんだと教える。それをねしっかり受け保つ、三期を受持する、これが仏法の入門出発点であると。でこの仏法僧に対する帰依、これをまたイコール信と言ってもいいですね。あの仏教で信とっていろんな意味がありますけどね、まず仏法僧に帰依する、これが信なんです。で親鸞聖人には信心一つで往生できるとおっしゃったのはね、本当これがね信でありますから、これがしっかりあって揺るぎないものであったら五所の心配はなくなります。で、あの、まあ、夜かという悟りもねこんな言い方するんですね。三宝に帰依するプラス不正かプラス戒かということで、そんな言い方もあります。あるいは五所を乗り越えるためにはね、皆さん仏法僧を深く信ずる、これがこれ絶対話せません。あとプラスで、ね、人によってはね得意な方でいいです。もう誤解をしっかり守るということでもいいし、いや私は不正が好きですと、不正をでもうこのケチな心ね、これ執着、あなたを苦しめるからね、執着をなくしていく不正ね、不正もしくはこの戒があったらね、これ4つ、これがまあ夜かの言い方あるんです。もう夜かに等しいみたいな言い方があって、仏法僧の3つと、この戒かもしくは不正ね、これ4つを揃える、これ四不浄といってね、四不衛といって壊れない4つのものは揺るぎないもの、私の人生でね仏法僧に対してはね、揺るぎないものがあって、なおかつもう私はもう伏せで生きると、あるいは私はもうね戒をしっかり、ね、守りますということで実践する人は、この世を幸せになって、まあ五章の一大事も多分ないと思います。そういう言い方がね初期経典にございます。これ仏教の基本ですから、だからある意味このこれ清浄禅というのは清浄仏教ということでもあるんですね。ただあの清浄仏教はちょっとね言い方がちょっとね別称なんですね。今はこれ言いません。今のテーラワーダ仏教というのはね、あれ、少女仏教じゃないんです。
あの成り立ちが違うので、今正直実はもう存在しないんです。昔の世知一切部という仏教がね、大乗仏教が起きた時に生まれて、それがものすごい勢力があって、アフガニスタンの方にねすごい勢力があったんだけど、今はね綺麗なくなったんです。今少女仏教存在しないんです。で今のね、スリランカやミャンマーである仏教はテーラワダ仏教、まあ似てますけどもね、でもこれを少女仏教でやっぱりねこれ別称なんですね。こんな言葉お興味ないんです。これはちょっと大乗仏教とはね優越感からねバカにする言い方でこれ作った言葉なんです。使ってもいいけどね、これ別称じゃあります。別称では非別の言葉ね、そう使わなければいいです。普通これ作った目的はね別称、俺たちは大きな乗り物、みんなを救う、お前たちはガリガリだとこのガリガリでこれを使ったんですね。意味から言ったらそうじゃないですよ。これはまず自分の救いが始まって当然ですよね。初めからこっち無理ですから、まずは自分が悟り開きたい、自分が幸せになりたい、まずは自分からスタートする、そういう意味から言ったらこれ別に使ってもいいんです。小さな乗り物、まずは私が救われたい、これでいいんです。でもそれをね、優越感からお前らそれではいかんということでバカにした言い方がこの清浄仏教という言葉なんです。だから今はね仏教徒の間では使わないことになってます。だ今はねテーラワーダとかね、あるいは原始仏教とか初期仏教を出しますね。この言い方したらね、お前仏教の常識知らんと、今知っとるかと言われますからね。だからこう気をつけましょう、ね、結構言いますから清浄仏教、あの東南アジアなのね、あの黄緑のオレンジ色の衣着た人はね、あの人たちは清浄仏教だと、これはちょっと恥ずかしいことですから、ね、そう使い方やめましょう。まあ、ただ禅道大師の言葉にもこれ出てきますから、法然上人なんかもね結構使ってますから、とんでもバカにしてないんですよ。もう結構これ素晴らしい仏教ですから、ただ大乗はもうすごすぎるんです。私たちねもうこっちだけでも理解大変、こっちはもうはるかにねレベルが高すぎるんです。でも日本はなぜかねこっちの仏教を粗末してこっちだけを強調したんです。理由はねやっぱり日本の仏教昔は天台宗が中心だったんです。で天台という人がねちょっと清浄仏教をねけなしていけだったんですね、ね、まだ小学校の教えだと、小中高大ということで、で最高の教えは我々だみたいな言い方が実はあってね、この後説明しますけど、造通別縁といってね、天台という人はね仏教をね四通りに分けたんです。これ天台独特の言い方ね、間違ってはないんですよ。どういうのか言ったらね、天台はね仏教をねこういうふうに分けたんです。造、これ三蔵といってね、経論律蔵といって、あのお釈迦様実際にね最初できたはね三蔵といって、お経がまとめられてお経を解釈したあのね論律、これ経論あるいは経律論、これを三蔵と言います。最初はこれだけできたんです仏教は実際ね。でこれを清浄仏教というふうに言うことがあるんです。おかしいです本当はね。でこれを造と言いますね。これが最初の原始経典なんですね。でこの後に大乗が生まれるんですけども、ね、まず仏教は三蔵、ね、これがあの阿言経典、最初は阿言経典しか存在しないんです仏教は、ね、でその後、ね、次通仏教、天台は4つに分けるんです仏教。まず造、三蔵、清浄仏教と通はこれね聖門円覚菩薩、聖門、声を聞いて悟る人、縁に触れて悟る人、あと菩薩、自利他を住む人、3つに分けてね、この通が共通の通で大乗諸門といって、大乗仏教の初歩の段階ということでこの言葉を使うんです。こっちよりも上だというような感じでね、まずは清浄仏教からちょっとレベルが上がって、大乗の最初の門が、ね、こっちからレベル上がるような感じで捉える通という、ね、仏教があると。まあ、この天台はね天才なんです。お経、当時あった仏教を全部読んでね、天台の理解で全仏教をねあの分類したんです。今はちょっとあのもういろんな仏教が発達して問題もあるんだけどね、当時は最高の仏教だったんです。でこれが中国日本にねもうねデーンと残ってるんです。日本の仏教はねもう天台が最高だったんです。当時比叡山がね、今で言えばユニバーシティ、今では東大京大みたいな感じで、当時は比叡山と高野山がトップクラスのね何ともありますけどね、
これがトップの地位を占めていたんで、このだから52段の悟りもね、これ天台の教えですから、ね、本当はいろんな言い方あるんだけどもね、やっぱり親鸞聖人も当時の時代は法然さんもね、これ一番重視しますから、自分たちのいたところがこっちですから、これがイコール仏教なんです、ね、で当時は初期仏教ないんです。初期仏教入ったのは明治入ってからですから、ただ当時の日本の仏教で最高峰の仏教が天台教学だったんです。あれ有識もありますけどね。で仏教を天台の智者は4つに分けたんです、ね、まず三蔵、そして、で聖門円覚菩薩の3つの、仏教の教え、これを大乗諸門の教え、で次別はこれね、菩薩がすごいな、菩薩のみの教えをね、特別の別で、ね、高いね、菩薩の教えが別教と言いますね。造教、通教、別教、円教、これね教えをつけて四教と言います。四つの教えを天台は一切教仏教全部学んで四つに仏教を分けたんですね。で最後の円が、これが天台の教えなんです、うん、円満、完全円満で、うん、これこそが法華経であり、わしらの教えだと、うん、あの仏教というのはね、それぞれ宗派ではね、いろんな分類があってね、みんなね最高の教えは我々やいうことで、こういうね、競争反逆と言いましてね、みんな持ってるんです。死なしもありますね。全仏教にある、実はね宗派にはみんなあるんです。だから皆さんでもね、初めからもしね真言宗いたらね、真言宗は最高だと思いますし、もし皆さんがね日蓮宗にいたらね、日蓮宗はすごいと自慢すると思います。わしも最初浄土真宗は知りませんからね、浄土真宗はすげえと思ってますけどね、みんなそういう教えになってるんです。華厳宗もいろんな宗は学んでみたらね、一応間違ってないです。やっぱり仏教は同じ仏教だからね、みんなすごいんです。それをどう理論構築するかだけであって、だからといって他のものはダメだじゃないんですよね。だよく学んでみたらね、それぞれやっぱり趣旨があってね、私はだいぶ変わりました、ね、視点が違うだけ。例えば有意識は凡夫目線で仏教を説くけども、空の教えはね仏目線で説くから全く違うんです、うん、空と有識は。でも本質は同じなんです。この仏教ね、どこから説くかによって仏教の教えが変わるんです。お経でもいろんな視点がありますからね、この後説明しますけどね、菩提寺でもいろんな菩提心があるんです、うん、それはお経にもいろんなお経があるし、いろんな視点があるから全く別に見えるけども、だから本質を理解したらね、そんな喧嘩しなくてもいいじゃないかと、仲良くできると思います。ただお経が違うから、いろんなお経がいっぱいありすぎて、視点がいっぱいありすぎて、いろんな解釈、いろんな見方があるだけで、仏教は本質は、私は悟りもね、まあ救われ方は違いますけど、道はいろいろあってもね、本質は私は同じように捉えた方がいいと思います。これ私もささやかながらね、一応19歳から今62歳で40年間ね仏教好きで勉強してきましたけども、今の私の結論は、まあ、そうですね、だ無理やりそんな喧嘩しなくてもいいと思います。やっぱり仏教を真面目に学んだら、やっぱりね、本質部分は言葉は違いますけどもね、やっぱり中身は私は同じだと思いますね。そういうふうにここもね捉えたらいいかなと思います。話すいません戻しますけどもね、で、まず三帰依ね、仏教の一番最初は、三方に帰依する、これが仏教の出発点で、これにね、まあ、当時 の、 日本ではね、やっぱりねこれ問題になったんです。大乗小乗があるんです。中国に来た時ね、混ざって入ってきたんです、ね、大乗仏教が西暦前後に生まれて、元あった初期仏教と大乗仏教がねこれ混ざってね中国に入ってきて翻訳されて、それが混ざって日本に来たからね、もう混乱を生じたんです。仏教にも大きく2つあるの事実ですから、それでこういう教えが生まれたんですね、これ全部ね大乗と小乗があるというふうに捉え方するんです、まあ、意味としてはね、理解としては大乗はこちらね、非常に優れた人の人がやる禅が、利他修身の禅が大乗禅だと、だこれはこれでいいと思いますよね。優れた人は利他修身の禅を励まれたらいいと思いますね。でも初めから私たちは利他は無理なんで、まずは自利中心ね、
まずは自分の幸せ、自分が幸せになる教えが仏教ですから、自利中心の教えの善が清浄善であり回復、利他中心の善が行苦であり大乗善と、こういう理解で大乗小乗を理解するのがいいと思います。どこに重きを置くか、これが成長したらこちらでいいと思いますし、まだ成長してなければこちら中心でもいいと思います。だからこっちがダメだとかね、こっちがいいと、そういう問題ではありませんので、まあ、ここで正しく理解してもらいたいと思います。一応ここで言ったら大乗の三期と小乗の三期があると、まあ、仏教を学んだら二つがもうね入り乱れてますから、確かにあの基本的には小乗はこれ阿吽経典なんです。阿吽経典、最初はあの阿吽経典しかなかったんで、この通三層ってこれね阿吽経典だけですから本当は。それはあと何百年か経って大乗経典が生まれるのでちょっとややこしいですけど、一応2つあると。でここで話は終わりね。まあここはどちらでもいいと思います、ね、要は三宝に帰依する、これが幸せの第一歩、仏法が信じられたら幸せです。まあこれがまず一番最初ね。で次に、せっかく仏法を聞いたからやっぱりね諸々の戒を身につける、やっぱり善を習慣化する、ね、慈悲の心、人に対する思いやりの気持ち、ね、いろいろ戒がたくさんありますね。人を責めない、盗まない、力で押さえつけない、ね、現実をごまかさない、嘘をつかないなどね、最低限我々は誤解を保って、誤解を保てる区域で人間に生まれたんだから在家の我々は最低5回で、もし可能ならば8回とか10回だってね、8回ならば例えばお化粧しないとかね、あの高いベッドで寝ないとか、昼からたまにねちょっとお腹すかして、午後は食事しないとかいうのがあるんだけどね、あるいはもう歌を歌わないとか、歌謡曲を踊らないとかいうのがありまして、ちょっと週に1回ぐらいはね出家の生活しましょうとかいうのがあってね、毎日無理やけども、たまにはね出家生活の真似をするのもいいじゃないかいうことで、そういうのもあって、まあいろいろあるんだけどね、まあ最低我々は5回はいいと思いますね。で5回でもねいろんな回がありまして、大乗会、これ割と柔らかいんですけどね、大乗会というのと小乗会があって、こっちは結構たくさんあるんです。割と少ないんですね。で無理やりやるもんじゃないですけどね、これは自由意志でやります。やらないと責められるもんじゃありませんけど、でも守った方があなたの身を守ります、ね、この戒を守る人はね真理から守られますから、皆さんがこれ真理を大事にすると、法というものをね下じゃなくて上に置くんです。仏教法をね頭に置いたらね、法の上では平等なんです。こういう姿勢がいいんですね。だから法を守る人は法から守られる、幸せになれます。私たち法をね下に置いて、ね、権力者は、ね、人は守らせても自分は守りませんよね。これがダメなんです。法の上ではみんな平等、法は誰もが守るべきものとね、真理だから、そういう気持ちが大事。これは真理ですからね、戒というものを守ることによって、あなたが戒を守ることによって、あなたが戒から守られる、真理から守られると仏教では教えます。まあ大きく2つあると。まあ、これどちらもね本質的には変わりません、まあ、数がちょっと違う感じがしますけどね。これが大乗戒小乗戒ということで、これをね身につけましょうと、ね、できれば戒はあなたのものになったら死んだ後も持っていけますから、だから良い習慣はねずっと死ぬまで続けたらいいと思います。死んだ後もずっと生命は続きますからね。一応仏教ではね輪廻するエネルギーは何かといったらね、悪と有漏善なんです。皆さんが輪廻するのはね、悪業と、悪業が強いと三幕堂落ちます、自己垣畜生ね。で人間や天上界はね有漏善なんです。純粋じゃないけども善が有漏善ね、炉の混じった煩悩の混じった善でも OK なんです、ね、もう純粋な善は無漏善といって、これできたらもう下脱できるんだけどもね、なかなかそこまで難しいけども、例えば有漏善ではねやることによって人間界や天上界ですから、でこれが輪廻のエネルギーですから、だからバカにしてはいけません。どうせ善ができないからといってね、悪に誇ったら本当に地獄が鬼畜生でえらい目に遭いますから、だからたとえ
純粋じゃなくてもウロゼンが悟りに間接原因で、うん、ウロゼンでも善によって悟りに対してね直接原因じゃないけどもいい影響を与えて悟りに近づけるとしていますから、だからこういう善でもねできる限りやった方がいいんです。戒でもねできる限りね守った方がいいということで、あの戒の大切さを仏教では教えるから、カムリョシ教でもね諸々の戒を身につけなさいとお釈迦様はおっしゃる。愚足ね、主戒とはこれにまた2つありますと。1つは、大乗戒、2つには小乗戒がある。これはもう説明がこれで終わりですけど、はい、じゃあ次不凡意義いきますね。不凡意義、不凡意義とはこれにまた2つあり、1つには大乗いわく8万あり、2つには小乗いわく3000ありと、まあ、これはあの生活態度を正す、まあ、律みたいなもんですね。あの律はまあこの、 あの教団をね組織を守るための細かい規則みたいなもんなんですけどね、まあ、そういうものにちょっと似てると思いますね。まあ大乗はいっぱいあると、で少女は3000だと、これでも多いけどね、まあきちんきちんとねこの心をあのコントロールするためにやっぱり守った方がいいものがあるんですね。守らない方がいいものもありますけど、時代が違ってきたらあの合わないものいっぱいありますから、例えば昔ねならばお坊さんはねお金触ったらいけないとあるんです、ね、でも今お金触らないと生きていけないからねここは私はいいと思うんですよね。お坊さんはねもう触ったらダメだから困るんですよね。誰かがいない、財界の方がいないとねもう飛行機乗れないんです、お金触らないといけないから、そういうこともあるんですよね。まあ、そういう細かいものがあってね、ちょっと時代と合わないところもありますから、ここは私は変えてもいいと思いますけど、一応そういうね、そういう当時としては必要だったものも今ではね必要ないものもあるかと思います。まあ、要はきちんきちんとね、自分の生活態度を正していくと。あの問題はね心を清らかにするためのものなんです。あのポイント申し上げますとね、仏教ではね形を問題はしません。唯一あるのはね、例えば姿勢を正しめたような感じでね、このにゃーとね猫背にならない、背筋を伸ばす、これぐらいですね。あとはあんまりね形を教えてないんです。もしあったとしたらそれはね、心を清らかにするための儀式なんです。心を清らかするためにね滝を打たれるとかねありますよね。そういうのはね後の仏教で心を清らかにするために滝打たれた方がいい人もあります。わしは無理ですけど、逆にもうね変なこと出るかありません、滝なんか打たれたらね、私の場合ならばね。だから人によりけりですよね。だからやっぱりあの形じゃない心ですから、ただ心が清らかに保つ、悪を作らないような心にするためのものが仏教でいう戒とかあるいは生活態度なんです。それをね4つの行住座我を犯さないようにしましょうということで、大乗では8万あって小乗では3000あるということで細かくねお経には説かれているということで教えられます。次でこれが一応ね、ただこれはそんなに難しくないですよ、頑張ればね。きちんとね、生活を正して、ね、心を清らかに、保った生活をしていくと、まあ、仏法をしっかり聴聞して、ね、日常生活を正して良い行いをしていくということですよね。これが清浄禅で、自利中止の禅が教えられてますと。でもしできればできる人はねこのあと大乗禅で、これもねできたら進める。で仏教はね、あの日本の大乗仏教はねもうこれを吹っ飛ばしてこっちがすごいからこれをおろすかになりがちなんです。で私はこれ差し替えるこれ言うてもねダメだと思います。ただこっちをしっかりした人がこっちがだんだんできるようになりますからね。やっぱり順番が私はあると思うから、お釈迦様はね1番は世間禅、2番がね、この回復行復、ね、で3番が行復大乗禅で、ね、ちゃんと順番がついてる、順番にも意味があると思います。じゃあ最後の行復いきますね。これがちょっとねややこしくてね、もうちょっと読むのも難しいし、おそらくこれ解説する人ほとんどいないと思います。こんな説明したら真面目にやったらねもう皆さんもう嫌になるような解説なんで、でも一応今日、まあ、参考までに一応、させてもらいますね。で簡単に説明いたします。発菩提子人心が独自大乗で、最後のね肝心行者がなぜかないんですけど、まあ、必要ないのかもしれませんけどね、行者に仏法を進めるということは、これがなぜか説明が
法然上人にはございません。見ていきましょう。まず発菩提心からいきますね。まずこれについて言うならばね、菩提心を起こす仏教はね、これが出発点なんですね。出発点は菩提心を起こす、ね、これがなかったら仏教じゃないんです。で、法然上人は誤解されたこれなんです。千尺宗にね、自力の菩提心では助からんとおっしゃって、浄土城には本来は菩提心を起こして浄土城するんだけどもね、法然上人はちょっと言葉足らずで、往生の号には菩提心じゃないと、念仏とおっしゃって、それでこの明恵さんが何やこれはということで攻撃されたんです。ほんで法然上人は説明したけど死んでしまったんでね、亡くなった後に明恵さんがこれ読んで、選択肢読んで、まあお怒りというかね、これは許せないことだということで、攻撃してきたんですよね、うん、それに対して反撃したのが親鸞聖人と禅寝坊昇空さんがね、なんとか擁護するためにこの千尺宗の正しい御心を明らかにするために本を書くんです、うん、で親鸞もね、関東の頃にね、そう噂が入ったんです。千尺宗が攻撃されてると、これやっぱりね、お師匠様の御心をやはり正しくお伝えしたいと思われて、やっぱり誤解されるところがあった。まあここではないけどね、別のところで、これが実践できないものはこれなくてもいいという言い方があったんです、うん、念仏だけでいいとおっしゃったところ誤解されたんで、まあ後ではあるんだけどね、禅宗の勧行所の菩提心は親鸞聖人や禅寝坊昇空さんは他力の菩提心ということでおっしゃったんです、ね、我々自力の菩提心を起こせなくても他力栄光でいられるで、信心を菩提心が起きると禅の大師おっしゃったと、こういうご理解を親鸞聖人や青山聖人禅でも昇空さんは菩提心に2つあると、これ地球上初めて、青山聖人と親鸞聖人が初めてね、菩提心2つあるとおっしゃって法然上人を擁護されたんです。ただ言葉足らずだったんだということで、病院に対する反論書としてね、戦略集を守るために協業新章が書かれた、そういう経緯がございます、ね。まあ、ここはまあ仕方ないですけどね。でも本来仏教は菩提心を起こしていくんですよ、ね、で本来は起こしていかねばならない、で起こそうと頑張っても起こせないもののための教えが凡夫の教えとしての浄土仏教があると。初めからね、わしはもう楽したいから、うん、俺起こせませんからもういいですわ、これじゃダメなんですよね。やっぱり起こした方がいいんです。起こせるかも分かりませんしね、また起こした程度に応じて皆さんの善の種まき違うから、やっぱりね、生まれ変わってもね、思いっきり影響しますから、初めからね、私はできませんで私はダメだと思います。でここで法然上人ね、はっきりおっしゃってますから、しっかりね、これやっぱ起こしていくべきだということをですね、おっしゃってます。法然上人どうおっしゃってるか、発菩提心についてね、まずこれに関して言うならば、もろもろの先生の心がね、同じではないと。これについてはね、いろんな人がいろんなことをおっしゃってると。まあ本質は同じです。本質は上具菩提、神は菩提を求める、ね、まず仏の悟りを目指して起こすのが菩提心ね。仏になりたい、親鸞聖人には元祖仏心とおっしゃってますね、差仏を願う心、これが菩提心ね。これが自利の面ね。で利他は度志上心といって、衆生を度する、苦しみ悩んでいる人を助ける、下家衆生、下は衆生を祈祷する、衆生を、導くと、ね、自分が悟り開いて生きとし生きるものが、幸せでありますようにという心を自分も起こして、私も仏になってみんなと共に幸せになりたい、みんなを救いたいという心、これが大乗仏教で必要とされる菩薩が起こす心。菩薩は本来は菩提心を起こさないと菩薩じゃないんです。だから菩薩は菩提サッタと言います。菩提とは、ね、悟り、サッタは求める人。菩提を求める人を菩薩と言いますからね。菩薩と人でも菩薩なんだけども、本当の菩薩はこの菩提心を起こして求めていくのが菩薩でありますから、ただ阿弥陀仏もね、十九願に皆さんまず菩提心をこうしてということで、発菩提心とおっしゃって、師匠苦毒、苦毒を収めて、師心に発願して、
進んでいく。これを起こしたものは化道場ということで、ね、浄土の片田舎ですけども地獄には落ちませんと。ただ菩提樹を起こしたらね、いいのはね、地獄に落ちませんから、ね、ただたとえこれが他力じゃなくてもね、これを起こすことによって三幕堂に落ちることはないんです。阿蛇瀬はね、これを起こしたんです。阿蛇瀬はね、涅槃行に菩提樹を起こしたんで、三幕堂に地獄に落ちないというふうに書いてますけどね、それと菩提樹でね、すごい功徳がありますからね。それって死無良心と同じような感じでね、これは素晴らしい頃なんでね、決してこれをね、あれおろそかにしてはいけない。だから明恵さんもね、仏教詳しいからね、これを否定するとは何事ですかと。今まで法然さんは私すごい尊敬してたのにね、聖歴史読んだらこんなこと書いてあったと。それでなんでやと思って批判されたんです。最初は尊敬しとったんです、法然上人って明恵、さんはね、戸賀能の明恵は尊敬してたんだけども、誤解しただけです。でその誤解を正すために法然親鸞さんが教行信証を書きなされたということです。で読んでみると、まず仏大師に関しては、諸子諸々の先生方、天台宗、真言宗、華厳宗、三論宗、法相宗、あと禅道大師とかね、いろんな尊い方、いろんな方がいろんなことをおっしゃってます。諸子の心は同じではない。まず説明しましょう。それぞれね、菩提樹の理解がちょっと違う。本質は同じですけどね。まず天台のことを読んでみるとね、天台にはすなわち4つの経の菩提心があると。天台はね、仏教4つに分けました。三蔵経、ね、経蔵、論蔵、律蔵という清浄仏教のこの中で菩提心が説かれている教えが1つ。次は通経といって、声聞円覚菩薩というね、3つに共通した三乗の教え、これ大乗諸門といって、大乗の最初の門の教えが声聞円覚菩薩の人たちが起こす、まあ菩提心。3つ目がね、特別の教え、菩薩のみが起こせるね、菩提心という教えがあると。一番すごいのは円経で、わしらいうことで、まあ天台宗ではね、これがね、天台宗の教え、法華経の教えということで、完全円満な円経という教えがある。それぞれね、教えが4つ分かれますけども、それぞれに、菩提心というのが説かれてますよと。仏教、全仏教に共通した教えはやっぱり菩提心がスタート、ここから始まって悟りというものを求めて悟り開くんだと。でこれについて詳しいことを書いてあるのは士官というね、これ有名な天台の本がございます。摩訶士官といってね、天台がね、どうすれば悟れますかというね、問いに真正面から答えたのがこれ摩訶士官なんです。これは現地の僧侶もね、読んだらいいとおっしゃってますけどね、これは私たち読んでも実はいいものです。これがヨガなんですわ。これで内容はね、仏教ですから、どんなかといったらね、私でも一応通用する教えなんですけどね、士官というのは、士はこれ禅定なんです。心を集中させるんです、ね、止めると書いて妄想を止めてね、今一つに、心一つに集中する。禅定のことを仏教で死と言います。これによって悪が止まります。心一つに集中することによって悪い心が止まってね、心が清らかになるんです。今に集中する。そして今の自分をあるがままに観察する。これが知恵なんです。六波羅蜜で言いますと、禅定と知恵、ね、サマタとヴィパッサナ、この二つの実践によって私たちは悟りを開く。これが全仏教に共通した教え、これがオーソドックスな悟りを開く方法なんです。でこれを浄土真宗ではね、この教えを説かずに聴聞でこれを含めてしまうのかもしれません。ど真剣な聴聞によってね、心を今に集中させて自分の心を観察していくんです。それで、聴聞によって信心結用するというね、あるいは夜会もそうですけどね、釈尊の説法によって悟り開いた人はたくさんいますけどね、まあ、ある意味これが実践できているというようなことと言えるかもしれません。やっぱり仏教のオーソドックスの教えは、やはり心をね、沈める、そして観察する、これに収まりますから。仏教はだから六波羅蜜の禅定と知恵、これが最も大事なんです。でだから摩訶士官というのはこれが一番大事だということに教えられますね。でここに全部書いてますと。でも菩提心もこれが大事なんですよね。ということで、この士官に、法然上人は
書いてますと、士官の説のごとし、ここにねこの教えが全部書いてますからとおっしゃってますね。マカシカン読まれたんですね。法然上人は天台宗の教え全部知ってますから、マカシカンにそれが書いてますと。で、新天台宗ではこのように菩提寺について教えてますと、否定はしてません。書いてある通りです。次、真言宗について、また真言にもね、3種類の菩提寺が説いてあるんです。まあ、これも書けませんでしたけどね、書いたらこんがりがありますから。一応3つあってね、まあ、行願、正義、三魔寺とあってね、こういう、まあ、意味は、まあ、本質は変わらないんですけどね、そういう3つあって、行願、ね、他を下脱させようとする慈悲の心を行願と言います。正義、自分が悟りを得ようとする知恵の心、大地の心を正義という。三魔寺は心をね、穏やかに成仏一如の境地に遷就するということで、心を穏やかにするということで、内容は、言葉は難しいけども内容は皆さんいつも聞いてる内容なんですね。人を下脱させようとする、自ら求める心で心を穏やかにする、こういうのが真言宗で菩提寺を3つに分けて教えていると。まあ、言葉は違うけども内容は同じだと。これが真言宗の菩提寺、三種の菩提寺があって、これを詳しく書いてあるのが菩提寺論というね、菩提寺について詳しく書いたね、空海の本があるんです。菩提寺論という本があって、そこを読めば書いてますと。ということは法然さん読まれたんですね、菩提寺論を読まれて、そこにね、そこの説にこれについて書いてますから読んでくださいと、書いてますよと。だからもう法然上人すごいのは、もう8種全部マスターしてますから、どえらい方ですよね法然上人。次、また今度は華厳宗について、華厳宗についても詳しい。華厳にもまた菩提寺が説かれている。これについてはね、菩提寺義というね、菩提寺の義と書いて菩提寺について書いた本がございますよと。あるいは有名な韓国の高僧であるね、それから有心安楽堂といって、心を浄土に遊ぶ、安楽に遊ぶという本がありまして、有心安楽堂というね有名な本がありまして、ここに書いてある通りのことだと、こう法然さんはねおっしゃって、華厳経の本にもね、解釈にもこれが出てますから、そこに書いてありますと。またさらに三論宗、これは空の教えね、龍樹の教え、三論宗と、今はもう日本にありませんけども、龍樹の教えの三論宗、空の教えの三論宗と法相宗、これは有識の教えね、それぞれ、どの仏教の宗派にもね、これは書かしてはなりませんから、これについて書いてない本はないんです。いろんな宗派がたくさんあってもね、みんなこれについては詳しくね、祖師方は解説してますよと。三論発想におのおのそれぞれ菩提寺が説かれてますよと。つぶさに詳しくね、知りたければ彼らが書いた宗派のね、宗祖ね、解説書がありますから、その説のごとし、説の通りね、読めばこれについての解説がありますと。でまたね、我らが禅道、これ法然はやっぱりね、禅道が一番すごいと思ってるんですね。この自分の体験は禅道と同じだということで、禅道大師という方が観無量寿経書、観無量寿経を解釈したものだから、観無量寿経書、ここにもね、禅道は、ね、道仏菩提心とあるんですね。有名な皆さん知ってますね、元二四空六平等性一切ね、往生安楽、あれは勧行書の最初のとこなんです ね。最初の勧行書の元気文のね、一番最初のとこに出てくる有名な歌に細部なんですね。願わくはこの功徳をもって ね、平等に一切に施しね、そして、安楽国に往生するね、平等性道仏菩提心、この菩提心が他力の菩提心なんです。まあ両とも読めますけどね、自力とも取れるけど両とも取れるような言い方になってますけどね。親鸞聖には法然聖には他力の菩提心で理解された、ね、同じく菩提心を起こして安楽国に往生しましょうと、こう禅道もね、菩提心についておっしゃってるじゃないかと、ね、だから菩提心はどの宗派にとっても大事なものなんだと、これがあったら、まあ、地獄に落ちることはありませんから起こしましょうという教えがこの観無量寿経なんだと。で、
禅道の解釈したところに菩提心が説いてある。詳しくは勧行抄に述べるようなものであると。発菩提心、これに関して言うならばね、言葉は一つだけれども、おのおのそれぞれね、宗派がみんな違います。おのおのその宗派に従って意味は微妙に違います。義意味はね、それぞれちょっと違うような感じもする。だからね、菩提心の一句はこれに関して言うならばね、広くあらゆるお経、広くね、あらゆるお経に渡って発菩提心が説かれていますね。あまねく顕密ね、顕教密教のがあって、もうすべてのお経、密教にもね、空の真言宗の密教にも表に現れた顕行といって、顕行密教、あらゆる仏教一切教すべてをに兼ねて説かれているのが菩提心であると、ね、でこれはとてもね、あまりにも、意味するところが広く広いので、押し明かろうとしてもあまりにね、広大で取り留めがないので把握することは難しい。あまりにも膨大な、これ量があって膨大な教えがいっぱいあるんで、これを論ずるのは本当ね、もう大変だということで、とても把握しがたい。でも願わくはね、知ってもらいたいのは、諸々の行者、皆さんね、実行する人たち、教えを実行する者は一つに執着して他のものをね、遮ってはなりませんと、ね、俺が正しい、お前間違ってると、そんなこと言うてはなりませんと、一つに執着して他のよろずのものを排する、執着するね、この遮る、そんなことしてはなりませんと法然様おっしゃいます、ね、これ大事ですよね。で、もろもろのあなた浄土浄を求めるならばね、おのおのそれぞれがね、すべからく自分の宗派の菩提心を起こしたらいいと、して文句言わなくてもいいと。あなたが信じる菩提心、いずれお経の内容なんだから、あなたが今ね、信じてる宗派の菩提心を起こせばいいと、ね、これでいいんだと。たとえ余行なしというのもね、他がなくてもいい、他の余行、余のあまりの行がなくてもいいからね、余行なしといえども菩提心をもって往生の業となすと、ここではね、否定しません。菩提心があったら往生できますから、それぞれね、天台真言、華厳、三論、法師をね、否定しません。起こしたらそれで往生できるとお経に書いてるんだから、それでいいんですよとね、そういう寛容なね、法然上にはお経に忠実に説法されているということがここでも分かります。これが菩提心の説明であります。あともう少しね、いきましょう。次、人心がいきますね。深く因果の道理を信ずる、まあ、ここはね、本当に救われた人の後という意味を味わいますけどね、救われてなくてもこれ実践したらいいけども、救われたらこれが本当にね、もう実践しやすくなると思います、ね、悟った人にとってはね。次、人心が、これに二つ意味があります。一つは世間の因果、出世の因果、こういうふうにおっしゃって、二つ因果、これ意味があります。で、世間の因果とは六道の因果のことである。出世の因果は師匠の因果であると、ね、こうおっしゃってます。世間の因果は六道の因果、これは消防年行に詳しく書いてます。出世の因果は、これは師匠の因果、師匠とはこれ聖門円覚菩薩仏、これ悟った人というかね、ね、凡夫じゃない人、ね、4つの聖人でありますから、世を出た悟った人の因果と2つあるんだとおっしゃる。で、これはね、もろもろの大乗小乗経典にね、これについてはね、世間の因果の道理と出世因果の道理はね、大乗経典、小乗経典に、たくさん説かれてますと、ね、まあ人によってこれいろんな理解の仕方がありますけどもね、それぞれね、この後解きますけど、天台ならばね、華厳行には仏菩薩のね、2種類の因果を説いたりね、阿厳行ならば聖門円覚の2乗の因果を説いたり、法道経のお経には4つの乗り物のね、こういう4つの乗り物の因果を説いたり、般若経ならば通別縁の因果を説いたりとか、法華経は仏因仏果の因果を説いたりとか、
涅槃はまた四条の因果を解いたりとかね、それぞれお経にね、みんな極道の因果と出世の因果がね、どのお経にも書いてあると、ここで書いて、だからしかればすなわち人心因果の言葉、これはね、意味が広いんだと、ね、この人心因果の言葉というのはですね、あまねく一代まさに一切経全部に書いてます、ね、もう全てのお経にね、金連ねているのが人心因果の内容であると。だから結論から言いますと、たとえ余行、他の行ができなくても、他の行がね、たとえ余行がなくてでもね、ね、あなたは人心因果、これ一つでね、因果の通り一つを信じて深く信じて済むならば、これが往生の業となすべしと、これで往生の業になるんです。だから仏教といったらね、因果の道理一つ分かったらもう全て分かったと言ってもいいと。だから徹底してね、因果道理を理解することはとても大事。これを一番詳しくね、理論だって説いたのが私は有識仏教だと思います。初期仏教も結構詳しいけどね、有識で私はこれが結構理解が深まったんで、私は有識大好きなんですけども、でもこの因果はそれぞれのお経にね、いっぱい説いてますから、どのお経にもね、因果の道理が説かれてないお経はありませんから。で、まずはね、新しい方にはまず世間の因果ね、あなたのまいた種まきで六道輪廻しますよと、まずは皆さんの身近な、皆さんの日頃の行いがみんなね、あれ屋敷に業種費がたまって運命が現れる、これ全部見るもの全部因果の道理ですから。大宇宙の真理で、ね、もうすごい深い因果の道理もあればね、我が理解できる優しい因果の道理もありますけど、もうだからこの言葉はもう広いんです。だから深く因果の道理を信じる、だから信心欠如悟り体験はこれが分かったと言ってもいいんですね。あるいは菩提を起こした、これでも悟ったと言ってもいいんです。そんな言い方もあります。だからこれ悟った後の境地と言ってもいいかもしれません。まあいろいろここはね、幅がありますから、この内容はね、もういろいろ味わいます。各宗派がね、ここをいろんな味わいしてますから。だから、官業ってね、結構意味が広いんです。このお経はね、こういうちゃなんですけどね、聖道仏教のお経とも言えるんです。普通読んだらね、聖道仏教のお経なんです。大仏老子経も。でも、親鸞や曇鸞大師は、他力恵光の信心から、浄土仏教のお経として解釈されただけで、だから、呼び方はね、いろいろ読めます。だから、官業書もね、これ、膨大な本がいっぱいある。その中で禅道大師とこれが有名であってね、天台もね、いろんな偉いお坊さんがね、この勧業書をいっぱい解釈してますから、それもね、全く間違いじゃない、いろんな視点があるからね、お経にはいっぱいあるから、これいろんな視点ができる、法然は全部読んでますからね、だから結構冷静にね、今のようなもう明快な解釈でね、寛容な言い方で、これだけでも往生できますよと。で、どうしてもできない人のために念仏があると、こういう教え方なんですね。初めから聖道仏教をけなしたんじゃなくて、どうしてももし漏れた人を私は救ってあげたいと、頑張ってもできない人のためにね、念仏の教えを私は説いたんだと、こういうスタンスが法然親鸞なんですよ。初めからね、お前ら何やっとるんやとね、そんな上から目線で聖道仏教をね、バカにしたんが法然親鸞ではないということをね、皆さんここは正しく理解をしておいてもらいたいと思います。で、これが、人心因果の御心ね。で、最後、これがちょっともう難しくてすいません、一応分からなくてもいいから一応参考で聞いてください。これ一番ね、説明でも一応説明するいたんでね、一応説明いたします。最後のね、独自大乗今からいきますね。これは何かといったらね、まず独自大乗とは、これはね、分けると2つに分かれると、独自の解説と大乗の解説、これ2つあるんです。これがもうね、ややこしいんでね、例えばこれ解いてもね、もう武器嫌になったら困るんで、今日は本当簡単にしますけど、一応まあ、参考程度に、まあ、法然様はせっかくおっしゃってますからね、まあこんなんがあるんかなぐらいで参考程度に聞いてください。まあ、意味はね、大乗経典、すべての大乗経典を読んで暗唱するという意味です、ね、暗唱はこれ人でもやっぱり理解だと思いますけどね、読んで理解する、大乗仏教を深く理解するということだと思いますね。で、大乗、独自に2つあるとおっしゃって、ね、
分けると2つになります。独自と大乗ね、2つに分けて法然解説してます。まず独自とはね、何かといったらこれはね、五種法師、昔中国にね5種類のね法の先生がいたんです。やっぱお経をしっかり残すために、お経を立てて伝えるためにね、5つのね先生がいたと言われます。五種法師というのがあります。五種法師ね、経典をまずね受ける、持つ、まず経典をしっかりね受け保つね、まずしっかり自分が持つことですよね、受け保つ、そしてお経を読む、お経を暗唱する。昔はね紙がないからもう頭で暗記したんですね、お経を。昔で言うとすごいですよ、暗記力、記憶力抜群です。もう桁が違いますよ、我々とはね、昔の人はね。まず受け保つ人と、これも先生、読む人も仏法の先生、暗記する人も仏教の法師、そしてお経を解説する人、解説、解説する人も素晴らしい先生で、最後書き写すね、写経もね、これもねいいことですから。で、5種類の仏法の先生がいるということで、こういう言葉が昔からあるんですね。五種法師ね、独自とはすなわち五種法師の中のね、中に、天読風寺の二種を挙げて、何か言ったらね、天読、まあ経文を見てね、まず音読するというのがあるんですね。経文を見て音読することと、風寺、経文をねそらんじて音読する、見て音読するのと、そらんじて音読する、こういうのがね2種類の人が挙げて、ね、そして樹字、ね、受け保つ人の三詞を表すと、まあ要はこれのことなんですけどね、ちょっと内容はちょっと違うか分かりませんけど、まあ要はそういうね、そらんじて暗記したり、またに独自ね、まあ要はこの内容、ね、こういうことがやっぱり大事にされたということで、この樹字などこういうことをする人の、3人の先生を表すと、五種の中の3通りの人を表すと。でもこれちょっと内容違いますね。で次ね、もし十種法行、これいろんな意味がある、いろんな視点があって、五種法師といったりね、十種法行、十種類のねこのお経の学び方がなんかあるみたいですね。十種類の法をね実行する、こういうのが仏教にあるんです。これ意味はね、十種法行と言いますのは経典を伝授する、経典を伝え受け取るための十種類の方法がある、この方法によって仏教を守っていくそうです。お経をね、やっぱり教えをしっかり後に伝えるためにやっぱりねこういうことが必要だということで、十種法行という教えにまとめたみたいです。で、どういうことだと言ったらね、まず十種法行を簡単に言いますと、お経をしっかり仏教をね残すためには書写、しっかりねお経を書き写す、これもいいことなんですよね。あるいは供養ね、しっかりね生活を守る、まあ、仏法を実行している人のね生活、衣食住プラス薬を用意してあげたりね、あるいは文法することも供養にありますけど、供養することも大事だと。あるいは世他、他人に施す、ね、他に伝えていくね。あるいは体調、明らかに聞く、よーく聞きなさい、これもね仏法を残すためには必要ね。秘読、しっかりね、読む、秘読とはこれ読む、経文を見て、これはただ読むんじゃなくて音読、昔の勉強はね音を出して読むんです。昔の勉強法は音を出してね、声に出して読むのを秘読と言いますね。音読することを秘読と言います。そして樹字、しっかりお経を受け保つね、受け保つね。そして、開演、まあ、セコンでもね、演説して開く、仏法を、ね、開いて演説していく。風樹ね、まあ、そらんじる、そらんじるね、風樹、そらんじる、暗記するね。そして教えをしっかり周囲考える。で、主事は治めるということで、こういうのがね、十種法行というのがあると。で、十種法行で言うならば、その中のね、大事なのは、秘読と、風樹、ね。音読して、ね、音読、丸暗記する。声に音読して、そして、そらんじる。この二つを、の法行は、挙げていると。挙げて、書写供養、
などの残りの8つの、移したり供養したりするそういうを表すんだと、まあ、要は意味は、まあ、はっきり言いますとこれとこれなんです。これが独自の意味だと、ね、独自と言ったらね、五種八種のこの内容と受生業のこれを独自と言うと、分かりやすく言ったらね、これが独自の意味なんだということでおっしゃってます。ややこしい言い方しましたけども、で次大乗ね、でこれは大乗というのは少女を選ぶ言葉ね、え阿吽経以外のお経、少女は本来は阿吽経だけを言いますね。阿吽経でも何千かとありますけど、また大乗経では阿吽経以外にねものすごい数のお経がございます。で大乗とは少女を選ぶ言葉で、ただ大乗といったらね一つのお経じゃないんだと、いっぱいあるんだということでおっしゃって、いっぱいお経がございます、ね、通じて一切のもろもろの大乗経典をここでは大乗とおっしゃってるから、もう膨大なね何千巻という膨大なお経をここで大乗とおっしゃってます。一切とは仏意は広く一大諸説の初代状況、もろもろの大乗経典全部をここでは大乗と表すんだと。しかもねお釈迦様一代に説かれた教えというのはですね、すでに結集されたお経もあれば、いまだね未結集といってまだ結集されてないお経もあるんだということで、あるいはね異結集といってすでにね結集されたものでもね、このように現れていないお経もあると。昔結集されたんだけどね皆さん知らないお経があると、それをね龍樹がねあの探し出しておりますね。これ電気ですけどね、龍樹はね多分華厳経なんかねものすごく難しいんです。これねあったんだけどね誰も読めなかったんです。それをね龍樹がね読んで初めて書いた解説はあの十字馬車論、華厳経って一番難しいお経なんです。それ龍樹がね初めて解説したのが有名な十字馬車論です。普通解説できない華厳経って言ったらね、もう難しい難しい、もう今日も膨大、もう膨大なお経が華厳経にありますからね。今の華厳経はまだ少ない方です、うん、本当はもっとあったそうですね、もう何十倍となんかあったそうです。ただまだねたとえすでに結集されたものでもね、竜宮に隠れて、ここが竜宮城ね、竜宮城で隠れていたお経をこの龍樹はね大龍という人からね、読んでみよう言われて、読んでしまれて読んで分かったそうです。龍樹はそんな伝説がございます。竜宮にあったものをね、龍樹は読むことができたということで、竜宮に隠れていまだ人間にね伝わってないそういうお経もあると。あるいは天竺インドにとどまってね中国日本に来てないお経もあると、ね、まあ、いろんなお経がある中で、で今残ってるね現在残ってるお経がね仏教の方に書いてあるんだけども、そこにね一応残ってるものを大乗としましょうと。まだまだあるんだけどもね、我々が目に見えないね、あるんだけどもね分からないお経もいっぱいあると。でも全部含めて大乗仏教大乗経典と一応まあ言ってもいいんじゃないかなと、こういうふうにおっしゃってね。でポイント最後ね、願わくはどうかね、西方浄土を願う、ね、行者に対して皆さんそのね望みに応じて望みに応じてね法華経を独自しても往生の業とできますよと。だから法華経は否定しない、うん、ね、法華経を独自してこれでもね、あの法華経にも弥陀浄土が説いてますから、阿弥陀仏説いてますからね、あの往生の業としてもいいと。あるいは華厳経を独自してね、華厳経を独自して往生の業としてもよし、あるいは、まあ、わからんお経、舎那経とか経経とかね、あこれ密教の経ですかね、諸尊の法等を受持し独自してもね、それで往生の業としてもいいと。まあ、わけのわからんお経今言いましたけどね、あこれはあの大日経と金剛長経で真言宗の経です、うん、有名なね大日経や金剛長経をね、受持受けたのでそして独自して、ね、それで往生の業とすることもよしだと、このことをおっしゃってるんですね法然上人。またあるいは般若心経般若経典など600巻ございますけどね、あるいは報道経などまた涅槃経などねお経があるけども、これを解説して書写写してね書き写してもそれで往生の業となせ往生の業ともできますよと。
これがすなわち浄土宗の観無量寿経の心であると。だから否定してませんよね。ね、法華経、華厳経、般若心経、ね、全部 OK。 お釈迦様の経だから、それをね独自して往生を願うならばね、それをもって往生の号となせですよね、命令みたいな感じで。これが浄土宗の観無量寿経の心であると、こうね。でこの解説が終わりました。で最後の、肝心行者はなぜかない、まああまり必要ないと思ったのかもしれませんけどね。だからね、一応仏教ですから否定してはいけない。それぞれね実践していけば、浄土往生できますからね、実践される方はされたらいいし、どうしてもできない方は念仏の教えによって救われてくださいというのが観無量寿経の教えであると。こういう寛容なね法然上人は全仏教の視点、これ全部法然上人頭に入ってますから、こういうことはね言えるんです。あらゆる本を読んでね、全仏教はね、できる人はされたらいいし、無理ならば、念仏として。だから法然上人はね、諸行往生と念仏往生2つあるんですね、どちらも良しなんですね。だからそれが本来の仏教であるというふうに私は思います。で無理やりね、お前ら全できないからやるなんじゃなくて、これまずいですよね。やろうとしてないのにね、お前らは凡夫だからできないから念仏でいいんだというのは、法然さん御心に反すると思いますね。別にこれされて悪いことじゃありませんから、お釈迦様のお経を、ね、なんだからね学んで悪いはずはありませんからね、まあ、ここを皆さんも正しく理解をしておいていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。